車両側面のロゴイタリア国鉄イター300電車はセッテベロの愛称で知られるかつてイタリアで活躍した電車方式の高速列車編成である。編成は7両で構成されていた。ペンドリーノが導入されるまでの約30年間にわたりイタリア鉄道の誇りとして存在した。また名鉄7000系電車に代表される日本などの鉄道車両のデザインにも影響を与えた。 ことで知られている。設定ベルは、ペンドリーノとは異なりフリコ機構は装備していない。また、現代のイタリアの高速列車であるイター500も、線形の良い高速新線での使用を前提としているため、同様にフリコ機構を装備していない。第二次世界大戦後、イタリアの鉄道では車両を必要としていた。しかし、第二次大戦以前に登場した著名なイター200の、 大部分の編成は使用できないか、修繕が必要な状況となっていた。当時のイタリア国鉄は、車両の修繕と並行して、新世代のラグジュアリートレインの製造を計画した。1952年9月21日にセスト3、ジョバンニのブレーダ・コストルツ用にの製作所に、新しいイター300が姿を現した。車両の製作期間中は秘密の原種がされ、 製作に携わる労働者の間では、セッテベロと呼ばれていた。セッテベロの名はすぐにメディアに知られ、公式に採用された。車体の塗装にも愛称に由来するトランプのロゴが施されている。当初は7両構成の8編成が発注されたが、あとに3編成に減らされた。コスト高が原因で、代わりに、同車両を、板250の形式名で4両の構成にして、 製造された。1952年に最初の編成を受領し、運転が行われ、1953年3月に営業運転を開始したが、第2第3編成は1959年2月14日まで受領されなかった。設定ベロは、その革新的なスタイルと技術によるイタリアのデザインとして1950年代に世界の注目を浴び影響を与えた。 先頭車の正面は丸みを帯初期のジェット機を彷彿させる。正面を覆うのは開発されたパノラマガラスで一等車の11席のラウンジからは全面展望が楽しめた。運転席は客室の上部の若干、後ろ寄りに位置し、窓は通常のものより小さいものを使用しているが視界は良い。客室上部運転席と全面展望のスタイルはその後日本でも 名鉄パノラマカーなどに採用されている。最前部の台車部分の2箇所は優美な流線形の多いをしており、車体はグレーを下地に、窓の帯となる部分の塗装がマグノリアグリーン色となる最速達電車用の特別な新しい配色が導入された。主要なサスペンションスプリングは油圧サスペンションと振動ゴム部品で覆われている。 セッテベドは2 6 0 0ットの編成出力を有し、以前に登場した、リター200系の2倍の出力を備えていることやその、滑らかな航空力学的な車体から時速2 0 0トルに到達するのは容易であった。高速性能を備えてはいたが、曲線区間が多いミラノローマ間の所要時間は5時間45分程度を要した。1977年に、 フィレンツェローマ高速鉄道線が部分開業すると一部曲線区間での速度の問題は取り除かれ、セッテベロはローマフィレンツェ間において連続的に時速 161km で運転されるようになった。1958年はセッテベロにとって伝説の都市でピアチェンツァボローニャ間 146.8km を一部区間で停車したにもかかわらず、 平均速度時速 135.5km で68分で走行する記録を打ち立てた。設定ベルトは増強された電動機によって従来に比べて28%性能が改善され、ブレーキ性能も向上している。編成は7両で構成され、2両プラス3両プラス2両の3ユニットに分けられていた。それぞれユニット内は連接構造になっており、 二両ユニットが三つ、三両ユニットが四つの台車を持つ。一編成で計十個の台車があり、うち六個が動力台車、四つが付随台車である。前後両端の二両ユニットは同じ構造の一等座席車で、車両はそれぞれ十席の自在テーブル付き腰掛けとソファのあるコンパートメントに分けられていた。中間の三両は食堂車、料理室、従業員控え室、 放送室、列車長室を備えた車両、荷物車である。調度品のデザインには著名なイタリアのデザイナーであるジオポンティ、ジュリオ・ミノレッティが携わっている。食堂車には初めて車内公衆電話も設置された。編成定員は160名である。各車両の長さは、先頭車が24.5メートル、中央の車両が20メートル、 それ以外が24.12メートルとなっている。2両目、6両目、5両目にはパンタグラフが取り付けられ、通常は1個をよびとし2個のパンタグラフで終電していた。1970年代まで設定ベロは、イタリア国鉄のフラグシップ的な存在で1974年5月26日の夏ダイヤより T に組み込まれ、T-68、69の T セタベロの 名称で運行されることになった。しかしながら、1980年代に入ると、車両の老朽化による、新型客車の導入が必要になったため、1984年に、車両の置き換えが必要となり設定ベルは、1984年6月3日の、夏ダイヤ変更時までに、T からの運用は外され、ミラノ・フィレンツやベネツヤ間の休行に使われた。 セッテベロの撤退によって導入されたグランコンフォルト、型客車の列車 T76、77は、セッテベロの名称に代わりコロッセオの名称が、1997年6月1日まで使われた。車両自体はその後も1992年まで運行され続け、1992年と1998年にアスベストなどの面倒な問題の後に編成は解体された。 一編成は内装品は取り替えて復元され展望用のチャーター列車として使用されたが車内は元来の姿を保ってはいなかったそのため2009年9月にアンコーナにおいて文献により忠実に復元された301編成の半分は解体されている301として復元された板2 5に板250はセッテベロの短編成形で 整備面から4両編成で構成され、アルレッキーノの愛称で呼ばれていた。アルレッキーノは2005年にミラノで公開保存するため復元されたが、301のナンバーやセブンダイヤのロゴなどによってオリジナルの板は250の姿は失われた。階層の旅客者、星明、ありがとうございます。